おはようございます。私はただいま小田急線の新宿駅に来ております。本日はここからロマンスカーに乗っていくのですが、まあロマンスカーといえば箱根湯本や片瀬江ノ島方面へのアクセス特急として知られていますよね。まあロマンスカーの停車する駅としては新百合ヶ丘、町田、相模大野や海老名、本厚木、伊勢原、秦野、小田原などがありますが、今から乗る箱根25号のロマンスカーは普段は停車しない駅にもなんと停車するようでございます。ということで本日はそんな箱根25号に乗って行きたいと思います。ロマンスカーは全車指定席の特急列車で、今回乗るのはエグゼアルファです。さあ新宿を発車です。この箱根25号箱根湯本行きは途中相模大野まで江ノ島25号片瀬江ノ島行きと一緒に運転されます。で普段止まらない駅というのは何の駅かというのは後ほど分かりますので、あえてここでは言いませんが、その駅に止まる列車はこの箱根25号のみで、まあとある催しのためにこの1本のみが臨時停車するというわけでございます。このロマンスカーの前には急行が走行しておりますから、速度はあまり出せずにゆっくりと小田急線の豪華の福福線区間を進んでいきまして、多摩川を渡るところでございます。まあ多摩川を越えると東京都から神奈川県へと入ります。そして多摩川を越えて駅名標がドラえもんを模したものになっている上戸駅を通過です。そして上戸の次の向ヶ丘遊園を通過します。ここで先行していた急行唐木田行きを追い抜きます。そして小田急多摩センター、唐木田方面に行く小田急多摩線との分岐駅の新百合ヶ丘に到着です。そして進みまして藤沢片瀬江ノ島方面への小田急江ノ島線との分岐駅の相模大野に到着しました。この列車の後ろ寄りの4両編成は江ノ島25号片瀬江ノ島行きで、ここを相模大野で箱根25号と切り離されます。切り離し作業を終えて相模大野を発車です。そして列車は進み相模川を越えて厚木市にある本厚木駅に到着です。ちなみに小田急線には今到着した本厚木駅の一つ新宿寄りの駅は厚木駅と言いますが、厚木駅は厚木市ではなく海老名市にあります。まあこれ有名なことでございますけれども、まあ厚木駅というのが海老名市にあるということもありまして、厚木市にちゃんとドンとある本厚木駅は本当に厚木市にあるんだってことをアピールするために、本当の本と厚木をくっつけて本厚木と命名されたようですよ。厚木を発車すると今までの住宅街やビル群の景色から一転して田園地帯が広がるのどかな景色へと変わります。そして本厚木の次の停車駅の秦野に到着です。ここで先行していた急行小田原行きと接続します。そして秦野を発車です。この列車の普段の停車駅は秦野の次は小田原ですが、なんと放送を聞くと、
そう、なんと開成駅に停車するんですね。ロマンスカーの車内のモニターも普段は見ることができない次は開成と表示していますね。で、先に言っておきますが、開成にロマンスカーが止まるのは珍しいために、まあ、開成駅にはカメラを構えた方が多くいらっしゃいまして、まあ、列車を降りてから私も動画を撮りたかったのですが、人が多すぎて思うように撮影できませんでしたので、その点ご了承ください。申し訳ないです。そして新松田を通過し、新松田の先の酒場川に架かる橋を渡りまして、新宿を出ること1時間10分ほどで開成駅に到着です。まずは乗ってきたロマンスカーを見送りたいと思います。改めて開成駅に到着しました。開成駅は各駅停車と急行が停車する駅で、普段はロマンスカーは通過して停車することはありません。しかしこの撮影日は3年ぶりに開催された開成町あじさい祭りの開催期間中であったために、まあじさい祭りの会場へのシャトルバスが発着するこの開成駅に、まあ、祭りへのアクセス向上のために箱根25号が臨時停車したというわけでございます。まあせっかくなのであじさい祭りに行ってみたいと思います。ということで本日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして次回の動画でまたお会いしましょう。